つったかな。最初からやり直す。これでいいの？結局大画面になったんだけど結局大画面だよ。あ、戻った戻った。これさ、マウスってどうやって戻したらいいの？ここどうしたいの？お、ふい、マウスの動きで、ふい、ふい、飛べるのね、この人。There's no feeling more intense than starting over. 急に喋りました。If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute, if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black, if you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped it, if you won an argument with a friend.And then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. どう登ればいいこれ。後ろ行った。からはい引っ掛けてちょもうちょっと上行ってどんな木だよこれ。あ、引っ掛かった。これ切れないかな、斧みたいに木。切れないな。うん、見えてる。コメント大丈夫。見えてる見えてる。そういうゲームじゃねえから分かった。登り方全然分かんない。ここに引っ掛けて、おお、はいはい、あそこに乗ればいいんだよね多分ね。いい感じじゃなかった。はい刺さってねこれ一旦乗ってからうん、枝に引っ掛けて空中でさらに次の枝に引っ掛けるあ、そうか、これで上げてこうか。あ、なるほどね。あ、難しいゲーム、これ。こんなんが流行ったん？こうやって引き寄せてからの。こんなのまだ序の口なんだろうな。慣れたらでもさ、こういうのってトントンっていくんじゃない？いくよ。これを、だから引き寄せてからの。あ、コツはゆっくり。はいはい、あ、あ、ちょっと待って待って待って、よい、これどうしたらいいと思う？頑張って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 、お、
しい。これから降りるにはこうして下げれば、いや違うな。にゃー言ってるよ。ピョンって飛べないかな。みんな手首が痛くなってきた。手首痛くなってきたんだけど。こっからぐるーってするじゃろ。乗ります。はい。からの、あ、いけたいけた。あ、いけたいけたよ。いけたいけた。ゆっくり。ゆっくり。だけど、なっちゃんちょっと待って。落ち落ちる。これかな。落ちる。これどうしたらいい。どうしたらいいこれ。反対側に行っちゃったよ。うん、どうしたらいいんだろう。切れないか。向こうに、え、これも積んだんじゃないの。やたら難しいぞ。どうすればいいかな。でも、いけそう。これから引き寄せて、はい、こっから、よしからの、だんだん分かってきたよ、コツが。ギュンってする。マウスのコツが分かればギュン。から、うん、あ、そうね、さっきね、飛べたんだよ。そうだよ。飛んでもいいんだよ。飛んでもいい。落ち。はい。ギュン。飛んだ。飛べるわ。ギュンにするわ。その作戦にしよう。行くよ。ギュン。いやでも向こうに行けないな。落ち。あ、行けた。行けた。こうしてぐるんってしながら捕まってからの。ノーバースでしょ。あ、よう乗ったな。こっから助走をつけてからの、はい。あ、ダメか。ほっ。こっから飛べんかな。このハンドでは飛べないんだね。こいつは。
本当センスある。本当？あ、飛べるわ。飛べる飛べる。クリックはないのかな。今日回すんだな。ね。よいしょ。Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. また喋り出すよ。これでちゃんとクリアある。伸ばして、ここから本番。分かった。あれ煽ってんの？ここはジャンプでしょ。ジャンプむずいな。あ、オートセーブなんだ。あ、ほここじゃダメだな。おいしょ。寝ますよ、風邪気味なのに。トマンズあそこ。いや、でもあそこで。反対側に行っちゃうな。伸ばせばダウン。ちょっと待ってよ。ほい。伸ばす伸ばす。これもう伸びきってる？いけた。これを。あ、いけたいけたいけた。伸ばしてから焦らずに。ゆっくり、そうマウスゲーなんだよ。あ、お、落ちちゃいかん。よし。ジーとし、ジーと。マウスパッドはね、私手帳でやってんねんね。ちゃんとしたのは持ってないわ。これで引き寄せてから。This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of sound objects. Designers slap them together very quickly and freely.And they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. せっかく、いやでもあそこまではコツをつかんだぞ。ここの位置に持っていくのがさ、この辺か、この辺で落ちて、手首痛い。おっ、ちょっとずらしながら、あっ、うじゃないが、なっちゃんが諦めた。鼻出た鼻出た。
ここまで来て、これをみんな永遠と見れるの、すげえな訓練されとるな。よいしょ。よいしょ。いや、あそこの位置に行くのが難しい。あ、でも行けそう行けそう。あ、落ちちゃうな。ちゃんと伸ばして、ちゃんと伸ばして、よし、来た来たよ。さっき結構立ったよな。あそこで勢いつけて、これ時間経つの忘れるな。難しい。とりあえず上まで行きたい。気づいたら朝になるやつ。そう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 、だからそれをやりたいんだよ。およーんってなった時に、はい、いけた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 。これで焦っちゃうと、何が楽しいのか分からんけど朝になるゲーム、ムキになっちゃうゲームだな。あ、あ、よし、小枝に乗ってしまった。これは、あ、ここむずいよ。あ、落ちちゃうちょ、ここの攻略教えてくれ。勢いかな。はい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 。You just lost a lot of progress.That's a deep frustration, a real punch in the gut. 飛びすぎね。絶対ピョンってするな。あそこどうやって行けばいいの？もうポンポンって行く感じ？どこに引っ掛けるんだろう？あそこまではあれだな、楽に行けるようになりたいね。勢いは大事。あ、苦行してますね。うん、おすすめでこれ買ったよ。まあいろいろ買いましたけど。あきさんいらっしゃい、おかえり、無事で何よりじゃ。あ、あ、あ、もうあの勢いでな。あ、そうか、上にピョンって飛べばいいのね。これの1分のあるんだってさ。MC ピクセルって私見てた？ありがとう。とりあえず11本ぐらい買った。MC ピクセル。ゴリゴリ。
いけたよ。勢いで。岩削っちゃうな。日の丸相撲読んだ。ね、原則はプロまであるらしいからな、日の丸相撲。私も読んでみたいな。これで。あ、焦っちゃうな。なんで行けなくなった？島県いらっしゃい。ああ頭ボコボコじゃな。うん、まだイライラしてない。いいってなるゲームだし。こっからの。ジョナサンいらっしゃい。これでもよくできてると思わん？このさ、ちょっとしたさ位置でさ。タケプさんいらっしゃい。なんか登れんくなったぞ。物理演算みたいなのがしっかりしてるのかね。うん。とりあえずね、上の家までは行けたんだよ、さっき。十四の金っぽい。こっからだよ。こっから。はい。あ、いけ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 た。いけたけど、これは一回戻って、引いてから、こっちで、ちょっとずらしながら、ポキッて折れたりしないよね。大丈夫だよね。もうちょっと左？いける？いける？おじさん。あ、いけ、よし、これだ、これだ。ケージに入らないんだったらの洗濯ネット洗濯ネットに入れ。大きいのないかな。こっからですよ。こっからおとなしくなるよ、洗濯ネット。すか、いやーでも神経質な子は餌でもな、ピョーンってしてからの。あ、どうしよう。あ、ここでまず落ち着こうか。伸ばすでしょ。あ、余計なことしないで。どうしよう。引いてから、よし。あ、うん。もう一回ここの攻略教えて。うん、こう狭いんだよ。どうやっていく。こっからのピョーンって飛んでぐるんぐるんか。ピョーンって飛んでぐるんぐるん。まずここの方がいいのかな。あ、うん、シャッてやってスパンっていく。K
ケージにチュール入れても警戒しちゃう。じゃあもう洗濯ネットに入れて無理やりだな。よいしょ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 。からの、かんし、かん、ぴょんしてかんしてぐる、かんしてぴょんしてぐる、かんしてぴょんしてぐる。難しい。汗切れるこれ。あそこがまず第一関門だな。いや、どっかでやめときせんと、寝ないと風邪よくならんじゃ。ちょっと飛ぶ練習するわ。まっすぐ。だからこういうことだよね。おおお。ポン登ってて気持ちよかった。鼻が出てきた。でもこれクリアした生主さんいっぱいいるんでしょ。よし。カラーのゆっくりゆっくりだよ。よし、オッケー。ゆっくり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 。オッケー。こっからピョーンってするのはどうだったっけ。戻してから上に。いけた。いけた。いけたけど。いやー。You can hit the escape key if you need to change the mouse sensitivity.出したことない声。今なんで行けたの？なんかもったいないことしたかな？滑った？滑りましたか？滑ってた？ちょっとなんか今コツをつかんだ気がするんで。喉もあれだから声もあんま出せないさ。あー違うな。あー振り出しにようなった。進むゲームでしょ。違うっしょ。
ただいま。これ絶対お酒飲みながらできないやつじゃん。暴言が。なんかあれでポンポンっていきたいな。いや、なんか私のことだからすげえ意地になってくる。いいっていうよりは悔しいな。これ系で買ったのはなんだっけ、マウントヨアフレンズだっけ。20分の1。いや、でもコツをつかめばさ、今日はコツをつかむね、大事なの。よしよしよし、ここでもう嫌になっちゃダメなんだよ、こういうのは。またやりたいなって思うようにしないと。うん、早くにあれだね、マウスを持ってっちゃいけん。お尻に力入っておなら出そう。やだなこのゲーム。よしよし。いけた。これからさっきどうやって登った。全然思い出せないな。トントンって言って聞こえた。いや、まだしてないから。どうやって登った、さっき。うまいよね、私。うまいよね。ピョーン、コンコンって言ってた。シュパーンって感じで言ってた。ちょっと数分前の私。あ、あそこだな、まず。大事かも。1時までやるわ。ちゃんと時間決めんとな。ずっとやってしまう。1時までね。おせち食べたかったな。初詣とおせちを食べに。お正月は実家に帰る予定だったんだけどさ、こんな感じでちょっと体調が良くないからじっとしてなさいって言われて、ツーと家だわ正月。いや、寝るね。いや、なんか普通に注文して作らないよ、ママは。おせちのエビを平らげたかった。肉おせちもうやってないんじゃないかな。あの年いたんだ、また。あの年だけだったんじゃないかな、確か。まだやってんのかな、新日のおせちって。クリキントンかね。え、なんかお正月ぐらいはあの煮豆、甘いの食べたいね。よし。ちょっとここ。あ、お尻に力入る。お尻に力入る。落ち。からの。
よしよし。ぐるーん。結構あれだね。マウスシュッてすると飛ぶね。こうなった。いけたよ。今どこから飛んだ？木から行ったな。今放送画面見たんで木から行ったな。なるほどね。ここにまず乗ろう。うん、木から行ったわ。ここに乗って、ここって乗れると思う？あ、行けるな。一緒にさ、聞かないったな。まだいける、まだいける、まだいけるぞ。よしよしよ。じりじり、じりじり。はい。結構勢いって大事だぞこれね。えそんな気がしてきたよ今日この頃。まだいける、まだいける。木からさっき行ったよな。ダメだな。Oof, sorry. お悔やみ申し上げます。よしよしよし。勢いも大事。ゆっくりも大事だけど、勢いも大事。ね。これはだから。でもがむしゃらにぐるぐるしてもダメなんだよ。難しいな。ピョンピョンっていけるな。よし。よし。よし。ふっ。雑になってきた。雑になってきたぞ。目的で回すときは大きく。木の左端に引っ掛けてピョン。うん。ダメだな。いやこれは良い買い物をしましたね。みんなもこれ買ったら、みんなも持ってんだっけ。これ何円だった？200円だった？300円だった？面白いよ。よいしょ、よし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 、オッケーオッケーオッケー。なんでですか？結構ですって。
落ちちゃうな。あ、みたいだね。マルチができるんだって。じゃああれか、お手本を見せてもらえるってことか。ねえ、マルチだったらさ。また一つかいいね。なんで私でテストプレイさせようとしてんの。こっから逆に、こうじゃなくて、この木にさ、引っ掛けてからの、だよね。ちょ、言いたいこと分かったかな。ちょっと失敗しましたけど、私の言いたいこと分かった。分かったかい。ねえ、勢い大切だな。言いたいこと分かる。マルチャーと落とされたら喧嘩になりそう。お、これさ、ここに戻ってくるってことは別にステージ1クリアとかじゃなくて、もうこの面しかないってこと？ねえ、きっとそうだよね。これのだから頂上まで行ってクリアってことだよね。へえ。これがでもクリアできた時の嬉しさは半端なかっただろうな。ね、反動でできる。こうやってこうやってジャンプはできる。あ、引っかからんな。じゃあクリアしよう。簡単に言うの。ちょっと他のゲームも試し起動してみたかったけど。そうだよ、そういうことだよね。ここに一気に戻っちゃうんだよね。なんかね、一番早い人1分だって。なんかヤシでもしてんのかって思っちゃうよね、そんなに早かったらさ。15分でクリアできなかったら罰ゲームとかやってる人もいた。ド M か。あら、キテレツの声優さんが亡くなった。あら、ご愁傷様です。なんて人だった？キテレツの声優さんだってよ。お年だったの？病気？まあでもキテレツは昔だもんな。あれあれ、おいしょ。よし、来た来たで来たで。からのどうやっていくよ。こっちに行くともう向こう側にピョンって行っちゃうからダメなんだよ。藤田敏子さんって方だって。デジモンアニメの初代主人公。へえ。続
これの続編、続編ももう買っちゃうの。Again. Keep on trying. Don't let it get to you. でも落ちかけた時になんか引っかかったところから反動でいけることもあるんだよな。諦めないで。あ、そうだね。上手い人の動画を見て、この部分だけでもね、ネタバレになっちゃうからな。This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. 誰だよ。メリー・ピックフォードさん出てきた。お水入ってんだよ、しかも。チャプチャプなっちゃう。マウスの感度か。してピョンってしてあかしそうなゲームだな。つぼった。ああ、悪化しそう。これラスちゃんやな。このゲームに殺されそうじゃん。とんでもないゲームを紹介してくれたな、皆様。よいしょ。よいしょ。ここからどうするよ。あ、落ちないで、落ちないで。ぐーぐー。ほっ、落ちる。大丈夫、大丈夫。いけた、いけた。ダメだ、ここはでも慎重に。ここで。いや、ここだな。In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery.
And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. What?まっすぐからのピョーンからのちょここで止めとっていい？これ ESC で戻れるの？またやるわいつかここでセーブになるの？セーブってどういうことだろう？キリが悪くない？お、オートセーブって書いてあった。オートセーブって、そうで多分一回垂直に飛んでからのぐるぐるで、どこでセーブなんだろうこれ、うん、If you need to take a break, it's okay.I've saved your progress. ちゃんとデータを保存してますって出た。これじゃあ ESC でいい？鼻血出そう。ESC。やめるでいいのかな？ありがとう、面白かったあといっぱい買ったな。アナザーワールド、チャーズがスカシンペじゃないよ。やだ、最速クリア動画見たら絶対もうやらんくなるじゃん。でいっぱい買ったうん、絶対やらなくなるわね。え、絶望感もあるし、ふーんっつって終わりそうだから嫌だあ、ちゃんとアンダーテールもあるわ。アンダーテール、ハント・ユア・フレンズ、オープン。貼らないそれですか、見たい人はじゃあ見て あ、まだあれもやろう、股間見せるゲームもやろう。これも買ったからね。日本語版ないってなってたな。うん、なんか面白いからって言って買ってあるんだよ。ゲーム購入日2017年11月24日1年越しの、まだやってません。いいね、このちゃんと購入日が出るのが。ちょ、2014年に買ったのもあるんだけど、懐かしい。なんだと思う？2014年からやってるわ、スチーム教えてもらってありがとう、ラムおじさん。うん、2014年から積んでるゲームがある。これ嬉しいな、ちゃんと購入日が出る。出すのが気持ち悪いあ、それデッドバイデイライトも基本あれよね、プレステ4版でやったのと変わらないですよね、デッドバイデイライトって。操作がだから箱コンになるのかな。あー、お手手が冷たくなった。不思議ですよ、ツボやってた右手はあったかくて、左手が超冷たい。血管があれだな、固まってんだな、左手が。
定年退職したらやるつもりのゲームがいっぱいあります。いいですね。チェルさんありがとう。ツボんとこ終わったから。またやろう。健康にいいぞ。冷え性が治る。あ、でもめっちゃ冷たい。ねえ、一緒に遊んでくれるかな。左手でもう一回ツボ。逆に左の方がねえ、うまかったりもするかもしれない。マジで冷たい左手。ツボマスターの道。試さないよ。これあれだわ、だから去年の年末と、まあ、年末、まあ11月ですけど、去年の年末にもね、いっぱい教えてもらって買って、で何個か遊んでだな。ツボ終わりたい。これさ、でもめちゃくちゃ遊んでるやつは購入日が出ないんだね。え、表示する方法ってあるのかな。まだまだ遊ばないよ。ありがとう広告。ではでは。たくさんね、教えていただいてありがとうございました。また楽しみが増えたな。こんな感じだな今な。やろうと思って一回やってそれっきりだな。日暮らしはね、もうあの枠外で読んだんだ、ごめんね。また来年回答編読むから。うん、ちょっとね喉がこんな感じで申し訳なかったですね。明日の夜はあの反省会、1年の反省会と感謝の雑談枠なんで、ちょっと喉休ませとくわ。ではでは、お疲れ様でした。アウトラストがないじゃないですか。買ってないよそんなもの。これやったからな今年な。これおすすめ、キングダムニューランズ。じゃあね、また明日、バイバイ、おやすみ。